本能寺から始める信長との天下統一は2019年に日本のオーバーラップより発売されたひたちのすけひろしひろしによるライトノベル。イラストはうばらのが手掛けた。主人公が本能寺の変から織田信長を救出し立身出世をしていく物語。2018年天示を全うするはずだった織田信長をタイムスリップで本能寺から救った俺は 命の恩人、チートスキルは否定されちゃいました。の題名で、小説投稿サイトアルファポリスの第4回歴史時代小説大賞で投票ポイント1位となったことで、読者賞を受賞し、同年第5回オーバーラップウェブ小説大賞の金賞も受賞した。二千十九年八月十五日オーバーラップ文庫より、本のうから始める信長との天下統一と、解題して、 発売開始。コミカライズが月刊コミック電撃大王にて2020年10月号より連載開始。現代の普通の高校生である黒坂誠は修学旅行である古札を訪れた。本尊のある地下通路を進むと不思議な扉があり、扉を開けると明智光秀に打ち入りされている本老寺へと繋がっていた。そこで偶然にも織田信長の窮地を救ったことで、 信長に客人として、白いと招かれ、自身の現代の知識を活かした想像をもとに、信長と共に、天下統一を目指すこととなる。ありがとうございます。